柳沢好みです。主には、衣食住に関するエッセイを書いてます。大体毎年1冊から2冊ぐらいのペースで自分で書いてるのであんまりたくさん出せないんですけれども、割と時間をたっぷりとって丁寧に作らせていただいてます。ずっと好きだった旅の仕事が増えていて、通いまくってる台湾の本を出したりとか、最近は国内のことを紹介する機会も増えてきて、やっぱり海外に行けば行くほどなんか日本って面白いなって思うようになってきているので、そういう仕事はすごくこう個人的にもやりがいがあります。暮らしのエッセイはもともと母の本棚にそういう本がたくさんあって、ずっと本の虫だったので、もう読めるものは正直何でもよかったんですね。で、それで中学生ぐらいの頃に母の本棚からそういう本を借りて読み始めたっていうのがきっかけで、多分そういう下敷きがあったから、そういうジャンルを今選んで仕事してるのかなって思いますね。常にこう挑戦し続けるというか、勉強も続けたいし、あとできたら今まで書けなかったけれども、これから新しいジャンルで書いていきたいこととかもいくつもあるので、そういうところを自分としては探求していけたらなって今は思ってます。私の場合は自分のことをラボ、研究室みたいなものだと思っていて、暮らしの研究室なんですよ。自分一人でやってる、職業としてやってる部分もあるし、趣味としてやってる部分もあって、まあだから仕事になってるんだと思うんですけど、だから10個試して100個試して、その中で1個でもいいなっていうアイディアがあったら、それをようやく皆さんにこうご紹介できるっていう、そういう感じで仕事をしてます。あとはできたら皆さんに、そのみんなが何だろう、なんとなく感じてるんだけど自分の中でまだ言葉になってない、本当に一歩っていうより半歩先のことっていうのを提案したいなっていつも思っていて、その自分が興味のあるジャンルの情報だけに触れて、そこから全部こう吸収しちゃうと、なんか切り口とか情報もみんな同じことの繰り返しになっちゃうと思うんですよね。この人じゃなきゃって思ってもらいたければ、やっぱりその人が勝ち取ったやり方とかがないと、考え方とかがないと強みになっていかない気がするんで、ただの器用な人になっちゃうから、ここは正直同じジャンルの人の情報は見てないですね。だいたい類書とかは読まないですね。あんまり気にしないね。類書読まない読まないね。昔はインターネットとかが なかったので、気になることがあれば自分で実際そこに行ったりとか、自分の足で探さなきゃ、情報を探さなきゃいけなくて、で随分無駄もしたんですけれども、割とその時の蓄積が力になっていて、でその貯金でずっとこの10年間できてたなっていう実感があったんですけれども、やっぱり10年経つとやっぱりその貯金が減ってきて、アウトプットが続くとちょっとこう自分が力不足だなとか、もっと成長しなきゃって思う機会が増えてきて、でその頃からこう旅行を今まで以上にするようになったんですね。
ぱりいろんなところに自分の身を置いて感じるっていうことが自分にとっては一番のインプットかなと思っていて、パブリックイメージを一つ固めてそれをずっと変えずにいるっていう方がこう世間にも認知されやすいし、この人ってこういう人だよねって思ってもらえるから仕事の仕方としては楽なんですけれども、でも一つこういうふうに自分はこうだって決めてしまうとそれ以外のことを結局切り捨てるっていうことで、なんか新しいものと出会ってもこれは自分今までの自分のスタイルに合わないからダメって罰をつけていく感じで、でもその罰をつけるのはすごくもったいないなって、あの欲張りなのでいろいろ新しいものとかも試してみたいし、なんか面白そうっていうものは今までの自分のイメージと違ってもちょっと取り入れていきたいなって思ってしまうので、あの私の職業ってあのこだわってますとかもう絶対これが変わらない私のスタイルですっていう方が説得力があるしかっこよく見えるとは思うんですけど、でも人は本来変わるものだし変わっていっていいものだと思うので、なんか私はやっぱり変化していくことを見てもらいたいなって思ってますね。いやでもね、あの普通に考えたらもうちょっと先のことも考えて自分のキャリアとかももっと自覚的に形成していった方がいいんだろうなって思うんですけど、もう本当に半年後の自分が何しているのかとかがいつも分からなくて、どうなりたいかとかも分からないし、まあなんかこのまま行くのかなって思ってます。あの自分の中でこの生き方が一番近いとかこれが正解っていうことは頭では分かってるんですけれども、どうしても一見無駄に感じられるようなことも含めて全部自分の目で見てみたいし、実際足を運んで感じてみたいっていう欲求が強くて、効率は良くないっていうのは分かってるんですけれども、それでもやはりこういうやり方がいいかなと思って、なので近道ができないです。